こんにちは、市役所です。前半は東近江市結婚サポート連絡会の活動について、東近江市結婚サポート連絡会会長の森田さんと企画課の谷さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず、結婚サポート連絡会とはどのような会なんでしょうか？はい、これまでは東近江市内のまちづくり協議会や、商工会議所などの経済団体などが、結婚支援に取り組んできました。はい、しかしそれぞれの団体が、単独でイベントや研修会を実施するだけでは、希望者に、効果的に情報を届けることが難しいものでした。はい、合併後10年を迎えた頃に、市内14地区のまちづくり協議会では若者の結婚支援を共通課題として掲げ、結婚希望者やその家族、地域向けのセミナーの開催や先進地の研修などを通して結婚支援について学びを深めてきました。結婚支援に対する機運の高まりとともに、その支援者が連携し、地域の独身男女の結婚に向けた出会いの場を作るため、平成29年3月にまちづくり協議会をはじめ結婚支援に取り組む団体が参加して、東近江市結婚サポート連絡会を設立しました。はい、それでは具体的な活動を教えてください。現在は市内の14地区のまちづくり協議会から推薦されたおせっかいおじさんおばさんがサポーターとして活動しています。具体的には、近隣の婚活イベントの広報、結婚希望者の相談登録の受付、登録者のお見合いの立ち会い、結婚希望者の研修やサポーターの研修などを行っています。また2ヶ月に1回定例会を開催してスキルアップを図っています。はい、結婚希望者の思いに寄り添った活動をされているんですね。では登録条件や、登録の仕方について教えてください。はい、まず登録要件ですが、現在独身で結婚後に東近江市に定住する意欲がある人としています。登録は無料で、年齢制限は設けていません。会員登録の有効期間は2年間です。次に登録方法についてです。会員登録誓約書、結婚希望者情報登録シートを企画課または市ホームページから入手していただき、必要事項と自己 PR を記入して企画課の窓口に提出ください。提出は必ず本人がお越しください。その際には本人確認書類として免許証など顔写真付きのものを持参してください。サポート内容は、異性の PR シートの閲覧、異性との対面、市内の婚活イベント情報の送付、サポーターへの結婚相談などです。定期的に休日の受付や相談も行っておりますので、詳しくはお問い合わせください。現在男性56人、女性25人、合計81人の方が登録されています。女性がとても少ないのが悩みです。女性の皆さんの登録をお待ちしています。そしてこの3月で活動を始めて3年が経とうとしています。現在5組の方から結婚のお喜びのご報告をいただきました。サポーターとしても大変嬉しいことであり、まだご縁をいただかれていない方にとって希望となればと思っているところです。また交際中の方も何組かいらっしゃいます。サポートの賜物ですね。サポーターは結婚希望者が結婚への一歩を勇気を出して踏み出してもらえるよう、結婚を希望しながらも出会いの機会の少ない独身男女の結婚の相談に乗ったり、お見合いの場に立ち会ったりしています。結婚という人生の大きな節目に関わらせていただける喜びとともに、その役割の重みも感じています。サポーターは結婚希望者のほぼ親世帯、積み重ねた人生経験と、さらにこれからも切磋琢磨して結婚を望んでおられる方に大きな一歩を踏み出していただけるよう頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします。森田さん、谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。